ゆうじろうチャンネル、今日のお題はフリーランスがよく陥る落とし穴。フリーランス、そうか、お前もフリーランス、ね、フリーランスですね。フリーランスでよく陥る落とし穴があるんだけど、落とし穴に落ちたことは、うん、落ちてても気づいてないと思います、多分。そうじゃの、なんかお前はなんかあれよ、仕事に対する欲があんまりないというか。いやいや、それってよく言われるんですけど、欲はありますけどね。稼ぎたい、仕事が欲しい、仕事がしたい。いや、仕事がしたいのか稼ぎたいのか。あー、両方です。好きだからやってるので、やりたい、それでもちょっとお金も稼ぎたい、両方ですね。だからなんかやりたいからじゃあ稼がなくていいのかって言ったら、それももう綺麗事で違うし、でも必ず稼ぎたいけどそこにはやりたいがくっついてくるんですよ、好きだから。なるほどね、うん。まあ、ちょうどね、彼女がフリーランスなんで、じゃあフリーランスの人にはちょっと今日聞いてほしいなと思って、まあ、彼女ちょうどこの話だったらね、昨日のあのコンサルタントの話全く興味ないけど、もうねポッケーとしとったで、まあ今日だいぶ前のめりで来ると思うんでね。じゃあ今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、相田坂裕次郎です。こんにちは、伊達かな子です。はい、今日はね、フリーランスがよく陥る落とし穴っていうやつでね。最近よくこのフリーランスっていう言葉を耳にすることが多くなりましたね、なんか最近。コロちゃんのこともあってっていうのもありますし、このゆうじろうチャンネルの中でも結構フリーランスっていう言葉でテーマ、まあ、言うてる ね、 っていうのがね、なんでか言ったら結構、まあ、うちのセミナーに来る人たちっていうのは、女性はフリーランス結構多いんだよね。フリーランスとはもう何、どこの企業にも属さずに、自分が法人とかでもなくて、自分の特技を持ってやる企業体みたいな、はい、なんかそんな感じなんだけども、まあ、この間もね、ちょっとその女性がスポットコンサルってね、僕 の、 スポットコンサルを受けに来たわけですよ、はい、1時間いくらでやるスポットコンサルっていうのがあるんですけどね、まあ、そこに来た時に、まあ、いろんな話をするんですけども、結局もう何やってもうまいこといかんで、もう自信なくして、もう私どうしたらいいんでしょうっていう相談だったんだけども、結局ね、まあ、その人のこう生い立ちというか、こう流れを聞いてみると、一番最初はまあちょっとエステみたいなことから始まってるね、で、エステの商品をいっぱい考えて、あれしてこれしてこれしてってやるんだけども、はい、女性がね、陥る落とし穴としてまず1個目は、手元に目が行き過ぎるんや。手元に目が行き過ぎるっていうのは何か言ったら、自分が作っとる商品とかサービスにばっかり目が行っとるわけよ、はい、だからエステだったらこの主義でこうやってやったら、ああでこうだこうだこうだみたいな、そうですね、になるんだけど、実際にそれをやってくれというお客さんが目の前におらんわけじゃん、はい、だからお前手元ばっかり見て、もうちょっと俯瞰して、もうちょっと大きく見てみて、はい、お前の周り客誰もらえないけっていうことなんよ、はい、で例えばこうやってやりよったら、それでもあんまお客さんが来んけで、誰かとランチしようたら、誰かが、いや私に知り合い、この間なんかこういうの商品入れたら、すごいお客さんがそれ来るようになったらしいよって、なんとかしても聞いてみたらみたいになって、え、何それみたいな、でちょっと聞かせてもらおうって、で今度その人と会おうって話して聞かせてもらった、うわそれいいですねって、それやったらうちのお客さんも絶対喜ぶみたいな、でまたその商品が新しくパッケージとして入ってくるわけ、はいはい、ね。でもジャケってそれで増えるかやったら、そっちの客は増えたけど本来の方があんまり増えてないみたいなんで、でいまいちまだうまいこともいかんで、でそうこうしようたらまた違う話があって、はい、あじゃあそれいい、それでやってみようみたいな、まあ全部いいとこ取りしようとするから、そうそう、だから本来はもう全てやっぱお客様が喜ぶからって言って女の子は増やしていくんや、これ男は自分がどうやったら稼げるかっていう、あそれ入れたら稼げるのみたいな、はい、尺度が多いんだけど、女性の場合はほんまにわこれ本当に喜ぶかもしれないって言って、どん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 増やしていくんだけども、まあ、どういうんだろう、最初はちっちゃなプレハブみたいな、ね、小屋みたいなところだった、でもそこには夢も希望もいっぱい詰まっとったよ、ね、ここはだから少々貧乏でもちょっと幸せかなって、はい、でもそこにちょっと無理っくりちょっと作った増設した部屋がもう一個できた、ただちょっと上がり下がりもちょっと段差があって、ちょっと上がり下がり難しいな、でもってやりよったら、またもう一個
もう一個って言って、ちょっとなんか素敵なものが増築しまくっていくわけよ。はいはい。で結局最後めっちゃ住みにくい家になっていくわけ。うんうんうん。で最初はすっごいこうその仕事が好きで始めたのが、うん、はい、どん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 嫌いになっていく、うん、でどうしたらいいでしょうかみたいな感じでわしのところに相談だったんよね、うん、だからフリーランスっていうのは結局、うん、次から次からあの集客ができるとかこういういいものがあるよみたいなもので増やしていってしまうよね、うん、はいはいはい、あれもこれもね、うん、でもお前はフリーランスなんだけども、うん、そういうことをしてないじゃん。司会業のあれもこれもはありますけど、いやまあ司会業とかしながら、あ、まあ、でも私あれもこれもはないですね。だってあれもこれもだったら例えばじゃあ冠婚葬祭全部やるとかね。まあでもそれは司会という部分だけども、うん、そうじゃなくて、うんと例えばドテちゃん綺麗じゃけえでちょっとこの化粧品販売やらんみたいな、でこれ販売はないですね、うん、これ売ってこうやったらドテちゃんに何パーセント入ってきてみたいな、でドテちゃんだったら影響力あるけど絶対いけるよみたいに言われて、うんうんうん、じゃあやってみようかって言ってやり始めてみたいな、うんうん、そうのないだろ。化粧品の話はいただいたことありますけど、まあ、絶対来るだろそれはお前、ね、私はあんま好きじゃなくてやってないですね。それは なんで好きじゃなかった。でもそれはある程度のインフルエンス的なことがあるんだから、うんうん、ある程度の金にはなるという計算は含めるはずない。ですね、例えばじゃあ自分が使ってるものを、うん、例えばすごい好きで使ってるんだったらっていうのはあるんですけど、うん、仕事のために使うっていうのは嫌なんですよね、うん、意味わかります。わかる、うん、ただ仕事のためだって言ってもまあ一応使ってみようかなって言って使った、うん、まあまあ悪くなかっただったらやる、うん、だってまあ紹介はしますけど自分が売るってなるとなんか違うんですよね。何が違う？お金すごい入るのね。分かんない。だからそこは何が違うか言ったらワクワクせんのよ。そのお前がこう何の仕事でもこう自分のやりたいっていうものがとワンセットだみたいに言おるじゃん、うんうんうん、だからやりたいというワクワク感はそこにはないんだと思うの。そうでしょうね、うん、なんかお金のためだけになりそう、うん、なので、うんうん、でも、まあ、普通のフリーランスの人たちっていうのはそれでもやっぱり飯も食っていかない銀系っていうんで、うん、背に腹変えれんくなって、うん、じゃあそれもやってみようかみたいな、うんうんうん、でそれもこれもって言ってどん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 こう増築されていく、うんね、そういう人お前の周りでもおるだろう、うん、すごい身近なところにはいないです、うん、結局のやっぱ儲けとるフリーランスさんっていうのは、うん、ものすごいこう自分にちゃんとした軸をピシッと持って、うん、これをやるけどこれをやらんみたいなのもはっきり決めとるし、はい、で、まあ、いらんことせんでも客がまずおるしの、うん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 、客がおらんやつほどこうそういう風になっていくよな。うん、軸がなく人がこれで儲かっとったって言ったらそれもはいちょっといっす、はいこれもチョイスみたいな、うん、そういう友達はそっちがメインになってますね、もう気がついたら。うん、あそっちの例えばネットワークみたいな仕事の方がメインになってしまうみたいになったりとか、うん、もうだからもともと MC が10だったのを91ぐらいからも始める気持ちかもしれないですけど、うん、気がついたら91 MC が1、うんうんうん、仕事があればぐらいでもうそっちで生計がもう立てていけるならみたいな、うん、だから多分 MC っていう仕事にそこまでその大好きで続けたいっていう気持ちがないんだろうなと思います。まあそうじゃない、うんうん、だからそうね、結局まず大事なのはこの仕事が好きなんかどうなのか、うんうんうん、でも大体普通の人はもう最初のこの希望、夢と希望しかなかった一番最初のこの時から、うん、どん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 そうやっていろんなものに手も出して、うん、で結局大して売れん、支払いが増える、もう辛い、うん、もうこの毎日が辛いって思い始めて、次はなんでこんなんやってしまったんだろうという自己嫌悪に陥って、うん、最後はあんなに好きだったエステが今はエステを見ることも嫌いですみたいになっていくわけよ、うん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 、もうこれ大体負のスパイラルで、だいたいどのフリーランスの女性見てもそんな感じ、はい、もうぐるーっとううーよけの、まあ、うん、いやもうそうなってしまうともう本末転倒や、うんね、うん、でもそういう人たちが本当にこの先どうしないといけないかっていうのは、はい、やっぱりフリーランスでやった以上ここで負けてほしくないの、うんうんうん、ここで負けてほしくないから、もうここまで落ち込んでる時にはどうするかっていうのをね、今日ミッションでお伝えしますんでね、はい、
もう飯が食えんフリーランスの皆さん、今日絶対聞いとった方がいいですよ。はい、はい、じゃあ今日のミッションはこれです。はい、じゃあ今日はフリーランスがよく陥る落とし穴ということでね、うん、うん、最初は夢と希望しかなかったけども、ずる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 いって、最後は最初のその仕事自体も好きじゃなくなったみたいな、はい、もうどうしたらいいんかわからんみたいになっとる人に、うんうん、今日のミッションは一つです。はい、スクラップ&ビルドしかないでしょう。スクラップ壊して、そうそう、もうこうやっての最初ちっちゃなプレハブから変なところに増設増築増築増築っていっぱいなんか家ができてって、なんかへんてこな家になったんだけ、それを住みにくい住みにくいって夜住み言いながら住んでるぐらいだったら一回潰せみたいな、一回ゼロにして、そうそう、一回ゼロにする、ゼロにする、で一から建て直す、そうそう、でその時に、なんかリースが残っとるとかなんとかやって、うん、関係ないよそんな、一回潰すのにバシッと。すごい勇気がいますね。じゃあよ、ずる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 そうやって嫌いな仕事をずっとやるのがいいのか、一回バーンってやってもう一回本当に好きなものを邁進していく。まあそれはもうリセットした方が気持ちはいいですけどね、言うは易しじゃって思っとるじゃろ。いや、やってごらん、大したことないけマジで、か、うん、ねそうやってずる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 ね、やりたくもない仕事をして暗黒のトンネルにどん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 入っていくのがいいか、バーンとスクラップしたらもう青空しかないんだけど、こんなに空って青かったかなって思うけ、マジもう何もないからね、おい、これでいいんじゃないかよねって、はい、うん、これで日焼け止め塗っときゃいいんじゃないかな、うん、そうね、そっか、いや結局もう最後は勇気持ってやるしかないんや。で、本当にしたかったことは何なんですかっていう、さっきもこいつが言ったように、そのやりたいことかどうかみたいなことは非常に大事でね、うんうん、はい、だから今みんながやっとるのはなぜそんな変な増築になったか言ったら、生活するためとか支払いをするために始めとることやけ、うん、だからもう元がもう違うんや、うん、ね、自分がやりたくて本当にこのお客さんも喜んでくれてっていうことをやりたいのか、支払いするためにやりおるのか、うんうん、だからもう支払いするためにやるって言ったらもうね、いつものように足首に重りをつけられた奴隷になりますからね、うん、奴隷になるぐらいだったら一回スクラップや、はい、バッコン壊して、ね、でもう一回ゼロからこうちょっと作ってみる、うん、まあどうせ奴隷だからね、そう、うん、そうだろ、うん、だからそのリース代とかがちょっと払えんけって一回止めてもらうとかっていうのもやってみりゃ、うん、いずれ払えんくなって止まるんだけ、うんうん、そんなから、うんうん、じゃあ早く止めてもらうの、うんうん、で引き上げますって言うんだったら引き上げてもらおうや、いいですから、うん、まあでも実際にそうやってやった人で、あの時もうゼロにするんじゃなかったっていう声をイメージはできないですね、うんうん、どういう意味、うん、どういうこと難しかった、うん、じゃあでももう一回言って、だからずる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 引っ張りすぎて後悔する人はいるかもしれないですけど、うん、そこで思い切ってバーンとリセットした人で、うん、あの時リセットしなかったらよかったって後悔する人はいないと思うっていう、すごく遠回しな言い方ですけど、うんうんうん、まあ一回リセットすると、うん、それは例えばこのズル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 やる分の痛みが一挙に来るけ、うんうんうん、その時はガッときついよ、うん、でも後が楽やけ、うん、そうやろ、うん、だからわしがのこの30年間ぐらい持ち続けたあの地を毎回飲んだ次の日にボコッと出てからうわ痛いわ痛いわっていう30年をのわしたった1日の入院で終わっとるわけじゃん。早くすればよかった、そう、ほんまに早くすればよかったと思うわマジで。ただもう今やってね2週間ぐらい経っとるけど、はい、未だに違和感しかない。あ、お尻に、うん、なんかこうお尻を拭くじゃん、うん、拭いた時はいつもここにこうなんかポコッとこう出とるものがいつもあったはずなのに、はい、何もない、何肛門がなくなったじゃんかって思うぐらい綺麗につるんってなったから、つるんなんよ、うん、見る見ない見ない見ない、見たい見ない見ない見ない見たい見ない見ない見ない、いや本当にだからそれももっと早くやっとけよかったと思う、うん、でもその手術が痛そう、でも1日で終わったんで、でもめっちゃ痛かった、痛かったすんげえ痛かった、あのイボに直接注射を3箇所ぐらい打っていくの、お尻に、そう、お尻の中にあるこのね、あの内耳と言われてるこの血の塊みたいな、これこうやって
ただそれよりも何よりもこの肛門の筋肉を緩めるための注射みたいな、それが痛い、あれも痛い。それ看護師さんがするんですか？いや、それ先生がやってくれたと思う、うん、分からん、私はもうこうやっとんねんけど誰がやっとるかも分からんし G だけは私県外の病院行きたい。なんでや、恥ずかしい。え、あの子供を産む時にもバリバリ見られてるわけまあね、うん、それ取っとるかもしれんね、これどてかなこのじゃ取ってない、取ってない、流出してないの。命の誕生っていうのすごい、こう、あ、だけど、まあ、命の誕生という神秘なものだから別に恥ずかしくないけど、字はちょっと、ちょっとやめてよ、命関係ないし、うん、なるほどね。まあでもどこ行ってもお前もわしと同じ、あの体制させられるんでそれでガッチッと行かれるけどね、痛ってなるんですよね。まあなのでね、あの痛みは一瞬で終わらした方が早いですから、うん、で何がダメか言ったら、それをズルズルやってしまうという、それが傷口を広げるけんね、はい、うん、まあ、悪いことは言いません、うん、あのズル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 やるとわしみたいになりますよ。まあわしもさっと覚悟を決めて一発で処理できんかった男だからこそ言うときますよ。あ、そうですね、絶対にやった方がいいですからね、うん、スバッと、ね、でもしそれを本当にやる勇気もなかったりするんだったら、一回わしのところに相談金さ、うん、あのちゃんとわしのうちのホームページにちゃんとスポットコンサルっていうのがあるんで、もうあのそこへ来て、うん、あの相談乗りますからね、うん、ぜひ頑張ってほしいと思います、はい、ここに相談来ることが一番の覚悟がいるかもしれないですけどねほんまやな、はい、はい、まあでもね、今日はフリーランスの方がね、落とし穴に落ちる前に、はい、落ちない方法ということでやってますんでね、うん、ぜひぜひこれ頑張ってみてください。そうですね、ぜひぜひフリーランスの人にこれ動画をですね共有していただければと思います。はい、じゃあチャンネル登録もポチッとポチッとやってくださいね。増えてますかね、着々とね、はい、はい、はい、ということで今日はここまで、またね。